皆さんこんにちは、たけちです。今回は27歳、たけちの本気の思い、スマホ一つで写真動画を素敵にというテーマでお伝えできればなと思います。そもそも何喋るんだっていうことなんですけれども、改めて僕がなんで YouTube をやるのか、僕という人間について、過去の経歴、あとはこれから実現したいことについてですね、お話しできればなと思っております。ありがたいことに、インスタグラムであったり、TikTok であったり、まあ、総フォロワーがですね、90万人います。とはいえですね、じゃあそもそも動画や写真がもともと上手かったのかっていうと、そうではないです。そういったことでですね、お話しできればなと思います。じゃあなんで、そもそもこの YouTube をいろんな方に見ていただきたいのか。それは、スマホだけで旅ができるクリエイターを増やしていく。これが僕の YouTube をする目的になっています。一緒に旅をしたりとか、いろんな動画を撮りに行ける仲間っていうのをですね、全国各地、そして世界に作れたらいいなと思っている次第です。なので、オンラインサロンも全国各地から参加していただいて、動画を学んでいただいて、そして一緒に撮影をしに行くというような流れですね。そもそもじゃあ、クリエイターになりたいとか、スマホで旅をしたいとかって、思ったきっかけなんですかってよく聞かれます。もともとは SNS を一切使ったことなくて、イベント事業と言われるものをずっとやっていました。イベントっていうのは、就活生さんと企業さんをマッチングするようなイベントをしていました。ただ、ちょうど3年前にコロナウイルスがきっかけで、イベントっていうのができなくなって、時間だけがある状態で、SNS やってなかったんですけど、インスタグラムっていうのをインストールして、たまたま見ていたら、海外のクリエイターさんの動画を見つけて、それがきっかけです。この人の動画すごいなと思ったらですね、ハマりましたね。詳しくですね、次の経歴のところでお話をしていければなと思っております。簡単な経歴はですね、こちらに載せておきます。2018年の3月に金沢工業大学環境建築学部、建築学科卒業しました。僕、石川県の金沢市出身です。生まれは広島です。で、2018年4月に株式会社ケンジャヤという人材系のベンチャー企業さんに入社をして、だいたい1年と10ヶ月、大学4年生から夜行バスで毎週ですね、週4日は東京で仕事をして、週3とかは工業大学で研究をする。自分で言うのもなんなんですけれども、石川県で一番学生として名が知られていた学生だったみたいです。その頃イベントをやってたんです。会社入ってからは僕と上司で1人1000人1000人2000人集客学生さんするようなことをしてました。会社を辞めてからは自分で石川県で人材支援の事業を開始しました。学生さんと企業さんのマッチングイベントというものをずっとやってました。もともと1000人集めれたわけではなくて、いろんな挫折がすごいあって、泣きながら会社に出社したこともありましたし、会社を辞めた時はどうしようかなと思ったんですけれども、なんとかですね、人材の支援の事業を開始して、ウェブですね、オフラインの集客とても得意だったんですけど、やっぱオンラインでも集客大事だなと思って、ホームページとかサイト制作とかブログっていうものを始めました。細々とやっておりました。まあ、毎月20万くらいかな。独立してからは、まあ、そういったウェブを学んで、ブログやってましたし、記事を書いたり、納品したり、あとイベント事業をやってました。ただ、独立して1年後、ちょうど23歳の時ですね、イベントが全部なくなりました。コロナがきっかけです。で、ウェブをやってたんですけれども、予算が減って、ディレクター業もなくなりました。で、収入がなくなりました、本当に。その時に自分がやりたいことは何かなとか、っていうのを本当自問自答する日々が続きました。もともと就活生さんのサポートであったりとか、クライアントさんのサポートをずっとしてたんですね。僕は結構それがやりがいであって、誰かの役に立ったりとか、自分が何か教えたりとか、自分の影響によってその人とかがいい影響を受けてくれて、行動してくれて、変わってくれたりっていうのはすごいやりがいがあったんですね。でも、改めて自分がやりたいことは何かなって思った時に、インスタグラムで海外のクリエイターにたまたま出会って、めっちゃかっこいいなと思って、その方はインスタグラムで580万インスタグラムいます。僕はこの人に憧れて、一眼レフを買って、使い方も全くわからんってやったけど、とりあえずもうやってみる。全部独学です。やったことっていうのは、クリエイターさんの作品とか、YouTube をたくさん見て学びました。その学んだ過程っていうのを TikTok っていう媒体にスマホの動画を軸に出したんですね。スマホの動画写真の撮り方で。そうすると、あっという間にですね、TikTok のフォロワーが30万人達成していきました。でもやったことっていうのはすごくシンプルです。動画の制作本数は800本ぐらい作ってるんじゃないかなって思います。っていうのと、常にリサーチを欠かさないっていうところで、たくさん動画見ました。いろんな人の動画をスプレッドシートに起こして、じゃあこのカット割りはこうでこうでこうでとか、機械って機械構造はこうでとか、全部ですね、真似るようにして自分で撮りに行きました。SNS が伸びた要因はやっぱ初心者に向けて発信する。まあ、僕自身もやっぱりカメラがもともとできたわけじゃないんですよ、全く。写真とか撮らないんでね、僕。そんな僕でもできるよっていうのを伝えなかったので、超初心者さんに向けて、もうインプットショーをアウトプットする。ただそれだけなんです。あとは4つ目。まあ、下手でもいいんで動画出してみました。最初の頃の僕のインスタとか TikTok 見ていただいたのがあるんですけど、めちゃめちゃ下手です。カットとカットのつなぎ目は甘いし、いらないものとかも入ってるし、手ぶれしてるし、皆さんと何ら変わんないです。700本以上作ってるんでね。さすがにちょっとずつ上手くなりましたね。今は大きくやっていることとしましては、5つあります。
で今ですね、 SNS のアカウントの運用です。企業さんの YouTube ショーツ、 TikTok、 インスタ、リール、すべてですね、企画であったり撮影であったり編集、中には投稿をさせていただいている企業様もいらっしゃいます。これはですね、概要欄の公式 LINE から飛んでいただければ、僕がやってることっていうのが見れるので、ぜひご覧いただければなと思います。あとはオンラインサロンですね、スマホ一つで写真動画を素敵にというテーマでですね、オンラインサロンをやっております。今は月額2980円で、今だいたい120人ぐらい入ってくれてます。僕のですね、インスタのハイライトを見ていただければ、オンラインサロンメンバーが本当にうまい動画を上げてくれているのを僕はシェアしてます。彼らもですね、もともとうまかったわけではないんですよ。僕の講義を聞いていただいて、そのまま実践していただいている方がですね、やっぱりうまくなっていると思います。あと動画作り続けている方ですね。3つ目がマンツーマンレッスンですね。やっぱりオンラインサロンであったり SNS の運用ではなくて、マンツーマンで1対1で教えてくださいと言われる方もたくさんいらっしゃるので、そういった方向けのサービスをやってます。その方に合わせて作りたい動画をどうやったら撮れるようになるか、一緒に考えながら撮影編集を手伝っております。概要欄からまた止めるので、ぜひ行ってみてください。あとはスマリミというサービスね、スマホ一つで稼ぐに特化したサービスになります。これはですね、僕はカメラ講師として携わさせていただいてます。よくオンラインサロンとスマリミの違い聞かれるんですけれども、オンラインサロンは誰かと一緒に、みんなと一緒に交流する、そして一緒に撮影しに行く。でスマリミに関しては、僕が個別でインスタのフィードバックであったり作品のフィードバックをするので、稼ぐに特化したサービスだと思ってください。これもまた概要欄に載ってるので、お時間あれば見てみてください。あとはインフルエンサー活動であったり講師講演もすごいやってます。講師講演はですね、行政からのご依頼でいろんなところで講演をさせてもらっております。三重県であったり奈良県であったり、本当に数多くの講演をさせていただいて、本当にありがたく思っております。 SNS の講座、カメラの使い方、おしゃれな投稿の仕方などやっておりますので、ご依頼したいという方はご連絡いただければと思います。大きくはですね、このようなお仕事をさせていただいております。毎日本当に楽しくてですね、スケジュールいっぱいなんですけれども、もっともっとお仕事どんどんやっていけたら嬉しいなと思ってます。やっぱりこれを見ている方は、やっぱ竹内くんに憧れて動画始めましたとか、動画どうやったら上手くなりますかっていう方がですね、たくさん見ていただいていると思います。そんな方に伝えたいのは、夢中になることです。僕はカメラを始めた時にすごい面白い世界だなと思って、1日、まあ、8時間は絶対撮影とか編集とか企画とかリサーチにかけてました。もう毎日夢中になってましたね。なんでこんだけエネルギーあるんですかってめちゃ聞かれるんですけど、僕ってその学生時代とか社会人時代とかフリーランス時代に結構追い込まれる環境に飛び込んだし、そこで結果を出さんといけないことがすごい多かったんですよ。数字のノルマもすごかったし、もうほんと結果出さんといけないことが本当に多すぎて、地方でイベントで30人の集客ってすごい難しいって言われてるんですけど、僕東京とかで1ヶ月100人とかやってたんで、全然余裕やんっていう感じなんですよ。人と比べて自分の当たり前のレベルがいつの間にか僕上がってたんですよ。こういった負のエネルギー、皆さんもですね、会社で勤めたことある方はですね、ちょっとわかると思います。大変だなとかきついなって思う経験、これをプラスに転じた時にものすごいパワー発揮します。動画作るとか写真撮るとか、みんなが1日1本作ればいいところを僕3本とか4本とか撮りに行くんで、それを TikTok であったりインスタであったり SNS っていう将来の資産に変わるところにアウトプットしますよ。ただそれだけです。なので皆さんもですね、何かしら挑戦をすればですね、結果が出ます。動画を学べば、うまい動画を作れるようになって、いいねがついたりとか、コメントいただいたりとか、そして結果が出ます。結果が出ればですね、また動画を作りに行きたいと、自信に変わります。で、その自信が出れば、また挑戦をしたくなります。挑戦結果自信のサイクルさえ分かっていればですね、どの分野で何かしらの挑戦を始めるときに役立ちます。僕は学生の頃です。学生団体の代表になったんですけど、大学3年の頃に。イベント集客とか全然できなくて、でもちょっとずつちょっとずつ1人2人10人呼べてきてですね、結果が出てきました。それで石川県で一番有名な大学生として取り上げていただきました。でもですね、僕は東京に就活ですね、行った時に石川県で威張っているのがやばいなと思って、日本全国ではもっとすごい人たちがいて、もっと結果出している人たちがいて、上を見えたのがその頃すごい衝撃で、大学3年の頃に。で、僕は大学4年から東京のベンチャー企業でインターンをすると決めて乗り込んだんです。毎日追い込まれながら仕事してました。でもめちゃめちゃ良かったなと思ってて、そこで結果絶対出さないといけなかったので、毎日どうやったら数字上がるかとか、そこしか考えてなかったんですよ。若いうちに数字を作るとか売り上げ作るとか、そういうコミットできる力があれば、どん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 自信高まってきます。僕イベントうまくいったんで、このカメラも何かしらうまくいくだろうっていう自信があったんですよ。どんどん自信が高まってくれば、熱量っていうのもどんどん湧いてきます。うまくいってる人ほど、やっぱ当たり前のレベルも熱量もとても高いです。で、熱量が高いと、やっぱ前向きに楽しく過ごせます。僕は最初ショート動画から入ったので、お金稼ぎたいんじゃないんですよ。じゃあなんで僕やってたかっていうと、好きで夢中でやってたんですよ。お金は本当に後からついてくるんですよ。これだけは絶対覚えといた方がいいです。お金のために夢中になるのはおすすめしないし、自分がきつくなります。なんで僕は本当に最初お金度外視で、どうやったらスマホの動画上手くなるかな、写真上手くなるかな、この海外憧れたクリエイターになれるにはどうやったらいいかなってずっと思ったんで、
このプラスのサイクルをしっかりと肝に銘じておいてほしいなって思います。最後、伝えるなら動画がうまくなる3つのステップですね。動画をたくさん見て分析する、そして取りに行く、真似る、そして発信して反応を見る、アウトプット、これに限ります。もっと詳しい内容はやっぱオンラインサロンであったりつまり見でも超話してるんで、ぜひそちら見ていただければなと思います。ここまでちょっと長くなったんですけど、これから実現すること2つあります。まず1つ目、僕自身、世界で通用するクリエイターになります。数字とクオリティという部分で2023年はインスタグラム30万人、月に15本のショート動画を制作するようにします。そして2つ目、スマホだけで旅ができるクリエイターを増やしていく。僕はスマホ写真動画の講師として受講生が500人以上います。僕を信じてですね、ついてきていただいてたりとか学んでいただいてる人たちにはやっぱり動画ちょっとでも上手くなってほしいし、お金を稼げるようになってほしいし、もちろんなので、その人たちのためにですね、こういった YouTube で無料で発信したりとか、オンラインサロンではじゃあどうやったらもっと売り上げが上がるとか、つまり見合ったらクライアントさんとのやり取りでこうした方がいいんだよっていうところをですね、詳しくお伝えできればなと思っております。妥協せずにですね、ワンカットごとしっかり取るであったり、毎日リサーチするであったり、本当地道な努力、好きなことをやってきて今があります。会社員の頃はですね、250万円の収入が、今ではフリーランス2年目で500万、3年目で1000万、そして工場を建てて3000万ペースで今あります。まだまだ伸びます。これはですね、本当最初はお金ではなく自分の好きなことに夢中になって、お仕事を一つ一つしっかりと成果を出してやっていくというスタンスでやってきたからこそ、本当にいろんな方にですねご紹介いただいて、オンラインサロンも伸びて、スマリミも伸びて、自分の動画も伸びて、SNS もすごい伸びたと思っているので、楽して稼げるとかっていうのは僕は言わないです。全然楽して稼げる世界じゃないです、カメラっていうのは。でも2、3年頑張れば、僕も3年しかやってないんですよ。3年頑張ればこんな綺麗な世界とか、海外旅できたりとか、キラキラした世界があるんだなっていうのを僕は経験することができたので、この経験をもっといろんな人に知ってほしいなと思っているので、僕の動画をこれからも見ていただいて応援していただけたら本当に嬉しいなと思います。ということで、本当に長い動画になったと思うんですけれども、最後までご覧いただきありがとうございました。公式 LINE からですね、もっと詳しい内容をですねお伝えしているので、ぜひご覧いただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。